県によりますと、チャーター便を運航するのは韓国の格安航空会社エアプサンで、今月23日から来月4日にかけて宮崎とプサンとを結ぶ5往復10便が運航されます。今回のチャーター便は韓国の旅行会社による3泊4日のツアーに伴い運航されるもので、宮崎からの送客はないということです。釜山から宮崎へのチャーター便の運航は初めてです。県ではチャーター便での実績を積んで定期便運航につなげていきたいとしています。